ね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？はかりがたきは人心とか言わないんだ。いつも理屈を並べ立てるわけではないからな。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？お前も疲れているだろう。無理はするな。俺がやる。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね？大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから。もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら、いや今更こんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある？黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる？永遠にわからないわ。え
永遠に。そなたは彼女を失っていない。彼女は向こう側でそなたを待っている。新世界アゲン集合者。またあの声が聞こえる。不気味な夢。もう眠れそうにない。散歩にでも行こう。そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。私が武器を持ってたら怪我を負わせていた。あなたも眠れないの？その気持ち、わかる気がする。考えるべきことが多すぎて、その不安が悪夢になって現れているんだと思う。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？もし性格を見つけることができたら、確実に寒波を止められるの？自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど。本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でもカカリア様は最初そういった命令を下していなかったのも事実。きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。言われなくても分かっている。過去に何度も自分を疑ってきた。ただ最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうの。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。それでも劣化の広がりは一向に止まらない。カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。お母様の判断は間違っていたのかもしれない。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど聞き入れてもらえなかった。もうどうしたらいいのか私にはわからない。
それは…ダメ、そんな恐れ多いこと、とんでもない、絶対にあってはならない。考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道が分からなくなるの。私はただベロブログの民に良い暮らしを送らせてあげたいだけなのに。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？下層部を歩いてみたいの。今はしばらくこの悩みを忘れたい。こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きくなる。多くの流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ、悪事に手を染めたことは事実。はあ、こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。わかった。リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。おじさんたちだって何日も寝てないんだし、休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った興奮がいるって。今は一刻を争う事態だから。なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。まさかやましいことでも企んでるんじゃないでしょうね。眠れないから散歩していただけ。証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あっそ、じゃああっちに行って。待ってゼール、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。ありがとう。実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずか。だから
どこかで調達しないといけないの。まだあいつのことが分かってないの？重要なことほどあいつを頼っちゃダメ。コークに流浪者が増えたのも烈海が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいでどの町も被害を受けてる。生きるために必要な設備も烈海に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば命を落とす危険だってあるんだから。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ烈海に侵食されているわ。もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど、侵食が発生して仕方なくこのボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。あなたも一緒に来るの？疲れてるみたいだけど。待ちなさいよ。許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が多いに越したことはないと思うけど、私も烈海には入ったことがあるし、きっと役に立つと思う。ふん。じゃあ足手まといにならないでよ。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの動向を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら私も安心できる。じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。そこを探してみるといいわね。次は医療用アルコールこれは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。ただ期限が切れてないといいけど。最後は鎮痛剤。古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点はモンスターに破壊されていないかどうかね。これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて、無理はしないように。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ。任せて。夕方までには帰って来られるようにしましょう。怪我人たちの治療が終われば、やっと私も患者たちの悲鳴地獄から解放されるわ。私たちがここに来てなかったら本当に一人で烈海に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね。とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では烈海の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。はあ？何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍機なんでしょ。それを私に押し付けないでちょうだい。
君たちが来てくれなかったらゼーレは一人で列界に行くことになってたわ。こういったことを処理するのは初めてじゃないと知っていても、あの子がモンスターと戦うところを想像すると心配でたまらないの。これまであの子の成長を見届けてきたんだもの。この先もずっと無事であってほしいと願うのは当然でしょ。ゼーレは昔から意地っ張りで衝動的で、知らない人からすると近寄りがたい子だったわ。でも背中を託せるいい子よ。しばらく付き合えばきっと君たちにも分かるはずだわ。あっちへ行け。だわ。ここがリベットタウンよ。懐かしいわね。行きましょう。足元に気をつけて。ここに来るのは久々なの。きっとまたモンスターが増えてると思うわ。ここじゃ何も見えないわね。もっと高いところを探してみましょう。どう？私が興味を持てそうなものはある？あっち、あの丘の上にある建物がナターシャが管理していた孤児院よ。オレグさんが私を拾った後あそこに送ったの。幼少期の半分は孤児院で過ごしたわ。ナターシャの話では
どこぞの富豪がお金を出して建てたそうよ。何はともあれ、きっといい人なんでしょうね。子供の頃は何の心配もなく過ごしてきた。今思い返すと懐かしいわね。どうしたのよ、さっきからずっと黙ってるけど。いえ、ただどこかで見たことあるような気がして。何でもないから気にしないで。変なやつ。下を見て、屋台がごちゃごちゃ並んでるのが見える？あれがリベットタウンの市場よ。ナターシャが求めるものもあそこにあるはずだわ。モンスターに気をつけて進みましょう。気をつけて、敵よ。見たところ流浪者ではなさそうね。あれは素人扱いしないで。烈海のモンスターについては詳しいから問題ない。準備が整い次第仕掛けよ。これ、この機会を逃さないで。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。これはレストラン？ええ、それも町で一番の人気店だったわ。いい子にしてるとナタがここに連れてきてご馳走してくれるの。あなたも来たことがあるの？私がいい子に見える？そんなこと一度もなかったわよ。破るためにある。星々が私たちの名を記憶してくれる。持ってるものばっかり。この設備、よく整備がされている。長い間放置されていたようには見えない。
そういえばそうね。まさかまだ人が住んでるとか？そんなことありえるのかしら。あっちに箱がたくさんあるわね。探している物資かもしれないわ。モンスターに気をつけて。避けられそうにない場合、まずはここ一帯の敵を片付けてから収集した方がいいわ。空っぽなの？モンスターって箱の中身を物色したりするのかしら。劣界の生き物は人類の物資を必要としない。仮に奪うとしてもこんな丁寧に持っていかないと思う。ってことは誰かに先を越されたってこと？多分そう。それにほら、地面に足跡らしきものが残ってる。土の匂いが真新しい。ここを離れたばかりのようね。行くわよ。この市場を丸ごとひっくり返してでも物資を手に入れないと。エリック？このガキンチョ、どうして一人でこんなところに来たのよ。ここがどんだけ危険な場所か分かってる？ゼイレ？別に俺がどこにいようが関係ないだろ。俺は行きたいところに行く。ほっといてくれよ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。ただ隠れてずっとビクビクしているつもりだったの？余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし、大人の助けなんかいらねえから。まったく口の減らないやつね。
じゃあ教えてくれる？モンスターたちを前にしてこの鋼板をどうやって運ぶつもりだったの？それはどうにかなるかなって。そんな丁寧に話さなくてもいいわよ。こいつは有名なコソ泥なんだから。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってるのよ。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？高くはないけど、あいにく今はお財布を持ってない。本気で渡すつもり？言ったでしょ、こいつはコスト泥で、これもいつものやり口なのよ。違う、今回は違うんだ。お金が必要なのは親父が。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。これを持って行って。これはこれは勲章。剣装者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？これは最高純度の地髄結晶なの。家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば一目でその価値を分かってくれるはず。ありがとう姉ちゃん。俺でも一つだけ約束して。今後絶対に物を盗んだりしないことできる？分かった、俺絶対もう盗んだりしない。じゃあ指切り。嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者はお姉ちゃんたちが片付けたから。 ありがとう。名前の知らない姉ちゃん。ここにあるもの全部姉ちゃんたちにやるよ。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物にすごく恐ろしいやつがいるらしいからさ。あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街を迂回した方がいいぜ。わかった、ありがとう。あれ、結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって大丈夫？あの子が改心するならあれくらい大したことない。ふん、もし改心しなかったら？幼い頃お母様に教えられたの。人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだと。ゼレ、私はきっかけを与えただけ。他の人があの子に与えられなかったものをね。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回した方がいいって。確かこっちだったはずよ。
下手に動くな。どれ、キラキラなものはないかな。この道で間違いない。ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板、見覚えがある。一体いつ。Thank you.
ことないね。犯行、陽動、霊落。後悔しても遅い。生死虚実、同天元気、超無一角。ここを上がれば孤児院の入り口よ。どうなってるかしら。もしかしたら懐かしいものを見れるかもしれないわね。この階段随分と狭くなった気がする。後悔しても遅い。即戦即決で。全ては星星よ。開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。たまには真面目に行く。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。怖くないよ。それ。すぐで着くわよ。思ったより綺麗に保たれてるみたいね。あの時もみんなで列界に抗っていたら、こんなに早く帰る場所を失わずに済んだのに。ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わってないわね。そこに雑用品が積んであるわ。ナタが言ってたアルコールがないか探してみましょう。
何年も前からここに置いてあるんでしょ？使って大丈夫なの？仮想部の人間が使用期限を気にすると思う？使えるものがあることに感謝しないと。あれ、ない、どこにもない。どういうこと？全部空じゃない。一体誰が？気をつけて、後ろに敵が。禁止区域でしかこんなの見たことない。相手が誰であろうと、背後から襲うような奴には容赦しないんだから。下手に動くな。生死虚実、同天元気、超無一角。はっ、即戦即決で行こう。誘ってないけど。あれ、ルールは破るためにある。うちの出番。この機会を逃さないで。礼儀がなってないわ。ついてないね。ポン。殴ったね。それ。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。リュウ、たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。所詮雑魚は雑魚ね。私一人でもやっつけられたわよ。まあでも一緒に戦えてそれなりに楽しめたわ。これで危険は排除できたわね。次は中を探してみましょう。確かあっちの隅っこに在庫を置いてたはずよ。小さい頃しょっちゅう外で騒いで怪我をしてたから覚えてるわ。さっきのやつに壊されてないといいけど。幻覚じゃない。は？急に何言ってんの？この建物も子供たちの遊具も見たことがある。どういうこと？十数年前に封鎖されて以来シルバーメインだって降りてきてないのに、あんたみたいなお嬢様がどうして。待って、まさかそれよりも前に。ええ、その可能性はあるかと。私の記憶があやふやなのもそれが原因なんだと思う。行こう、もう少し周囲を確認させて。
これ、そこで見つけたんだけど、あんたにあげるわ。これはブローチ？ナターシャがよく子供たちに手芸を教えてるのよ。これもその時に誰かが作ったんでしょうね。どうして私に？勲章をエリックにあげちゃったじゃない。それほど価値があるものじゃないけど、代わりにはなるかなって。でも誰かが一生懸命作ったものなんでしょ？勝手に持っていくのは。頭の固いやつね。つべこべ言わず受け取りなさいよ。探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいいけど。あ、これよ、見つけたわ。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。これほどいい状態のものが見つかるなんて。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。もし期限が切れてたら効果も落ちるだろうから。それもそうね。これ何かしら。これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いないの？ええ、やっと思い出した。私は昔ここに住んでいた。幻想者に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。私は仮想部の人間だったんだ。あんたが仮想部の人間？それよりもカカリアって、あんたあの大守護者の養子なの？じゃあ。そう、私は剣奏者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。どうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。幻想者の話では、守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると、適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が選ばれるの。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。ナタはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は過去を切り捨てないといけない。私は選ばれ、カカリア様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。
まだまだ力不足であることは否めないけど。シルバーメインの兵士たちが毎日劣界で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。私はこんなにも無能なのに。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず、生きることにさえ精一杯なのよ。自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ？なら泣いてなんかいないで、他にもっとやるべきことがあるんじゃないの？ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題は解決しない。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのはゼーレが初めて。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのでいいなら何度だってやってあげるけど。すぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。なんでそこまで自分を追い詰めるわけ？ベロブルグの未来の守護者として私は常に自分の行いと考えを見つめ直す必要があるから。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。では少しの間だけ考え事は横に置いておきましょう。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤。近くを探してみるか。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤。よいしょっと。この声は。しまして、クララ。警告。
警告、脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る。防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人、会ったことがある。悪い人じゃないですよね。了解。脅威対象から除外します。防衛モードオフ。ここは危険だから早く帰った方がいいですよ、お姉さん。パーキンスがついてるから大丈夫です。鎮痛剤を手に入れたら帰ります。あれ、まさかお姉さんもそのために来たんですか。確かに採掘者の方も怪我人がたくさん出ていましたよね。皆さん仲良く過ごせたらいいのに。はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。スバローグはクラーラの家族です。小さい頃にクラーラを引き取り育ててくれて家族になりました。大航空でのことは本当にすみません。スバローグはクラーラ以外の人間を信用していないんです。特に自衛の皆さんを。コーフとルロー社の間で大規模な争いが勃発したと聞いて、鉱脈のために血を流すことを防ごうとしたんです。地縁の皆さんは人々を連れて仮想部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。彼の計算によると地上はもう安全ではありません。はい、スバローグは固執するたちなので、自分の責務はソンゴにあると。そのために人類を守る選択をしなければならないと彼は言っていました。地縁の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも彼の態度を変えることはできません。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。いつかきっとクラーラの言葉になら耳を傾けて。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは遅延のゼーレお姉さん。ここに来た理由は。流浪者のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ、そういうわけじゃなく、流浪者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上集落には診療所もないので、クラーラが力になりたいと思っただけで。それに皆さん悪い人ではありません。まともに生きようと頑張ってます。お姉さん、この薬もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ分けてもらえないでしょうか。流浪者たちもひどい怪我を負っているんです。
わかったわ。じゃあここにある鎮痛剤を私たちで分けましょう。本当？ナターシャさんに聞かなくても大丈夫ですか？ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど、彼女ならきっと分かってくれるはずよ。本当によかった。ありがとうございます、ゼーレお姉さん。あとは帰るだけ。ここは危険だし、よければ送っていくけど。大丈夫です、パーキンスがついているので。それに他にも探したいものがあるんです。そう、それじゃあ気をつけて。ん？あれ？生死虚実、一年の間なり、同天元家、聖武一角。はっ！即戦即決で行こう。はっ！ん？怖くないよ。誰かな？こっちが行かなかったら向こうも見過ごしてくれるわけ？
抗反と包帯、医療用アルコール、鎮痛剤。よし、これで全部揃ったわね。さ、行きましょう。時間も予定通りだわ。ナターシャのところに戻るわよ。始めようか。あ、ん？それ！星々が私たちの名を記憶してくれる。ふっ。争いに意味はない。生死虚実。異動天元剣超無一角。はっ、この機会を逃さないで。騒ぎを起こしたくはない。ルールは破るためにある。星々が私たちの名を記憶してくれる。
ここでも星が見えるのかな。ナタ、戻ったわ。さすがゼーレ、いつも時間通りね。どう？使えそうな物資は見つかったかしら？見せてちょうだい。抗反、包帯、鎮痛剤、医療用アルコール。素晴らしい、必要な物資が全てあるわ。ただ鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることならだいたい予想がつくわ。彼女、怪我をした流浪者を手当てしたいのね。クラーラはいつも優しいのよ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると薬の投与量をちゃんと分配する必要があるわね。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち3人はまだやることがあるでしょ。オレグと、それから他の2人も待ってるわ。大丈夫じゃないかしら。2人とも元気そうだったわよ。オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。行かないと。ごめんナタ、怪我人のことは任せる。安心してちょうだい、うまくいくのを祈っているわ。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6徹よ。あんたももっと頑張りなさい。それぐらい、何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、
この二人が全て最初から説明してくれた。前にカカリアに会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後ああなるとはな。遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、遅延は裏切るようなことはしない。お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心しておじさん、うちらを信じるのが正解だって証明してみせるから。酔っ払った甲府のザレ事なんかじゃないこともだ。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は下層部の封鎖を解放したい。つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと先のことは夢のまた夢だ。あいつはロボットよ。話が通じるとでも？スクラップにしてやるのが一番手っ取り早いわよ。ああ、どう転ぶかわからん。どちらにも対応できるようにすべきだろう。もちろん平和的に問題を解決するのが一番だが、状況が変われば武力行使に移る覚悟も必要だ。遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。奴は俺たちとの対話を全く望んじゃいない。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、俺は下層部の人の命を危険にさらしたくないからな。だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。どういう経緯でそうなるかは分からんが、もしかしたらお前らになら説得するチャンスが訪れるかもしれん。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。ま、スバローグの縄張りに行けばわかる。この地下で物事が順調に進むことなどないとな。どうだ、シルバーメインのお嬢さん。俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。お前の考えを聞かせてくれないか。下層部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘。いい覚悟をしている。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。行け、スバローグを探しに行くためのガイドを手配してある。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるようにする。ゼレ、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだい、ボス。
ん？あれ？だったの？さすがのうちも予想外。なるほど、モグラ島も遅延の。あ、私がドスクロのフック様だ。何か用？誤解だと思いますよ。僕ですよ、皆さん。オレグさんが手配したガイドは。僕は悲しいです。こんな小さな子供をガイドだと勘違いして僕のことに思い当たらないなんて。はいはい、そんなの気にしてどうすんのよ。逆に聞きたいんだけど、遅延の誰もがスバローグのアジトを知っているのに、あんたが案内する必要なんてあるの？ほら、適材適所と言うじゃないですか。遅延はスバローグの拠点を知っているけど、入ったことはないですよね。あんたは入ったことあるの？ね、ありませんよ。でも、僕はあの機械仕掛けの集落をくまなく調べ、必ず役に立つであろう手がかりをいくつか集めました。ちょっと、それはどういう意味ですか？この三歩ほど言葉に誠実なものはいませんよ。天地神明に誓って三歩は常に誠心誠意を尽くしています。はいはい、信じるから早く案内してよ。はい、ではしっかりついてきてくださいね。ねえ、散歩まだなの？お嬢さん、いくらなんでも1分に1回聞くのはひどすぎません？すぐそこですから、すぐそこ。アジト？もっと物寂しい場所だと思ってたのに、すごく賑やかじゃん。多くの流浪者は一時的にここで暮らしているの。彼らの昔の住処は烈海のモンスターに占領されてしまったからね。スバローグのすぐ近くで寝泊まりするなんて危険じゃないの？危なくないわ。スバローグは確かに横暴だけど、人間をむやみに攻撃することはない。帰る場所のない人にとってはむしろ安全よ。はあ、早々に引っ越していなければ今頃私もこの中の一人になっていたかもしれないわ。
いやいや、超小型水晶振動子を放熱基板に差し込んじゃダメだって。それ誰が言ってたんだ。カンテラパフラビーは古代遺物のインターフェースからパーツの組み合わせを考えてたぞ。機械を動かすなら超小型水晶振動子をブレーキモジュールと接続しないと。出なきゃ機械なんてただのでっかいゴミクズだろ。おいおい、バフラビーを信じるなんてどうかしてるぞ。あいつこの間も感電してたじゃないか。本当に頭のいいやつの言うこと聞いた方がいいぜ。機械の修理だったらマリフ以上に詳しいやつはいない。超小型水晶振動子を論理制御中枢につないで振動ドリルの電源をオンにしてた。それをこの目で見たからな。マリフ？あいつにしろその弟にしろ古代物の偽物を見分けられねえだろう。この間もまがい物を売ってるひょろっとしたやつに騙されてたぞ。おいおい、そんな証拠ないだろ。話を捏造するなよ。おやおや、ここは本当にいろんな人がいるんですね。騙されないように皆さん気をつけてくださいね。あんたがうちらを騙さないといいけどね。お嬢さん、執念深いんだから。よう、役立たずのゴミども、よく聞け。内燃機関チャンピオン88ロックボトル、レペゼン仮想部の夜明け、心震わすトラップを聞け。孤独な子が見上げる月、冷酷な都市に舞う雪、沈黙絶望爽快シート光景は見るに絶えず、己を守る、彼女を守る、教職の女王は虚構を語る。実家で生まれ育ち帰る家は今やれち、尊厳と精神を帰り見ない。父と母の元に帰りたい。小さなかがり火、たつかな灯火、真夜中に逃げ出すこの町、上という前の競争、歯を食いしばり逃走、ペタ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 闇夜に伸びる彼女の層が、口を塞いで息を止めよ、真の像が止まるまでこらえよ。風が吹き、ギコきらめき、さえ亀裂薄れる意識、雪の夜、親の声は遠ざかる、目を閉じた彼は死ぬ。ベロブルクの夜、嘘で憎しみを隠せはしない、その姿を見る女の目は冷めきっていた。ベロブルクの夜、嘘の炎を消せはしない、最後に見せた男の破顔、来るべき夜明けの予感。動くな、すぐに直してやる。私は機械の墓地に行く旧式だ。
部品はお金にならない。何を言ってるんだ。お前の部品を売り飛ばすつもりはない。聞いたか？あのバカどもがコークで喧嘩を始めたところ、スバローグさんが場を収めたらしいぜ。言ったろ？地下で俺たちを守れるのはスバローグさんだけだって。彼についていけば間違いない。おい、なんか言えよ。口が聞けないのか？いつも二言目にはスバローグさんのことを言い出す。もう聞き飽きた。事実だろうが、周りの奴らを見てみろ。スバローグさんがいなかったらとっくに餓死してる。すごく大きな門。よし、見てて。開けゴマ。それは何？パスワードなの？童話に登場する呪文はここでは通用しないだろう。ぐふ、ちょうど言おうとしたら、美月さんが変な呪文を唱え出したんですよ。教えてあげましょう。この門の仕掛けはすでに把握しています。スバローグのアジトには誰もが出入りできるわけではありません。スバローグに会いたい人は認証を受ける必要があるんです。認証？はい、認証を得た異端者しか出入りはできません。スバローグの異端者が指定で機械の残骸を集め、それをスバローグが修理しているんです。まさにノーリスクハイリターン。もっと早く知っていれば。コースキボスと呼ばれていたかもしれません。無駄話はいいから、どこで認証を受けるのよ。簡単です。流浪者の近くにいるロボットが見えますか？あれこそスバローグの目で、彼の指示に従ってここの秩序を維持しています。流浪者の一挙手一投足を見守る他に、試練を与えることも任務の一つです。異端者になりたいのなら、あのロボットたちのテストをパスする必要があります。
それは知りませんよ。僕はスバローグとやり合うつもりはありませんからね。皆さんがロボットに直接尋ねてみてください。ここの人たち、まるでロボットに管理されているみたい。地上では考えられない光景。上層部のロボットはただの道具に過ぎないのに。スバローグを普通のロボットだと思わないことね。あいつはなんというかすごく特殊なの。こいつよね。なんかすごく簡素な作りだね。起動できるのかしら。壊れてたりしないわよね。うわっ、びっくりするじゃない。プロトコル起動、スキャン開始、検証、認証失敗、アクセス許可なし、試練を開始。え、もう始まるの。試練第一開始。問題、来年機関ラップ大会のチャンピオンは誰。来年何ラップ、そんなの知ってるわけないじゃん。三歩、答えを知っているか。僕はもちろん知りません。もう頼りになるのかならないのか、一体どっちなの。はあ、僕は全知全能じゃありませんので、情報を集めないと何とも。ただそう慌てないでください。流浪者の話を聞いて回れば思いもよらぬ収穫があるかもしれませんよ。答えよ。来年機関ラップ大会のチャンピオンは誰。正解。あ、これは当てちゃうの。まさかうちらに内緒でフェスに参加してる。認証結果成功。残り認証回数2。右手を出してください。右手。はい、何するの。ちょっと、いってたたた、これが認証マークなの。いいですね。あと2つですよ。さ、行きましょう。プロトコル起動、スキャン、毎回繰り返すのめんどくさいな。はあ、この鉄の塊今なんて言った。こいつすごくイライラしてるみたい。うるさいな、早く終わらせよう。レベル1の認証はあるか。ないのなら時間を無駄遣いさせるな。これのこと？ほら見て。そうそう、これこれ。問題を出すぞ、よく聞け。問題。
超小型水晶振動子はどのパーツに接続すべきか。あ、当てちまったのかよ。めんどくさいな。また仕事かよ。ほら、手を出せ。え、また打ち？あれすごく痛いんだけど。うわ、いたたたた。よし、認証は残り1個だ。早く行け。もう邪魔するなよ。とりあえず前回の認証を見せよう。こいつなんかおかしいわね。プロトコルき起動失敗、修復を、を嫌な予感が。修復失敗、コアモジュール破損、外部からの脅威を検知。脅威を排除するため戦闘モジュール起動。やっと頭脳労働じゃなくなったわね。私がこの鉄の塊を直してあげるわ。始めようか。あ、ルールは破るためにある。やよし、これでおとなしくなったわね。システムを再起動してみよう。認証システム起動成功。右手を出してください。またうちが痛い目に遭うんだね。いったー、前のより痛いんだけど。これでラストでよかった。これで入れるんだよね。スバローグの認証ロボットも大したことないじゃん。本当に効果あるのかしら。戻って確かめるわよ。動くな。私は機械のボット。な、何を言ってるんだ。開け、ゴマ！ほら、この散歩役に立ちましたよね。オレグさんはとっくにこのことを。はいはい、あんたのおかげだよ。ボスにも言っておくから、今は黙っててちょうだい。はい、では一言だけ。この先は未知の領域ですので、くれぐれも気をつけてくださいね。行こう、スバローグを見つけてことをはっきりさせなきゃ。もしもし、僕の言ったことちゃんと聞いてましたよね。
門。なんでまた門があるのよ。構造から見てさっきの門より複雑そう。散歩、これはどういうこと？散歩？あいつは？え？逃げられた！さっきまでここにいたのに。いつものことだ。またあのロボット。スバローグに会うには他の試練もパスしなきゃいけないわけ？スバローグさんの訪問客を発見。プロトコル起動、スキャン開始、検証。なるほど、ロボットを番犬のように扱うなんて冴えてるじゃん。って絶対効果ないよね。認証失敗、アクセス許可なし、要求拒絶。クラーラさんから権限をもらってください。クラーラ？あ、うちらが大航空で見かけたあの女の子？あの子の立場って何なんだろうね。彼女に権限を申請するなんて。家族、うん、うちにはよくわかんないよ。悩んでいても仕方ない。クラーラを探しに行こう。確証はないが一応試してみるとしよう。クラーラは今どこにいる？音声検索中。少々お待ちください。エネルギーコアのペアリングが壊れている。早く直さないと集落が真っ黒になっちゃう。ピニー、再利用できる部品がないか、もう一回リペットタウンに行こうと思うの。いないときはクラーラの代わりにしっかり門番をしてね。音声検索終了。クラーラの命令を継続。またあそこに戻るの？まさか人探しのためにもう一度行く羽目になるなんて。あ、うちらと合流する前別の町で観光してたんだっけ？あんたが思うほどいい場所じゃないわよ。確かにあの女の子が一人でレッカーに行っていると思うと心配になる。彼女が見た目ほどヤワじゃないにしても。あんたもヤワな見た目してるわよ。よし、さっさと彼女を見つけるわよ。門の向こうで待つスバローグに会うためにね。こんな大きな町でどうやって一人の女の子を見つければいいの？クラーラは機械の部品を探すって言っていたわよね。まずはナターシャの貯蔵室に行ってみましょう。
これってクラーラと一緒だったロボット？どれも一緒に見えるけど、なんでわかるのよ。何か言ってるみたい。ほら。自己回復モジュールの初期化中。初期化失敗。クラーラに脅威が。必ず守る。脅威？どういう意味よ。攻防敵必ず排除。もしかして攻防にあのモンスターが現れたってこと？クラーラは？まずい、彼女が危ないわ。早く攻防を確認しに行くわよ。道は任せて。やっぱりあっちに大物がいるわ。クラーラもいる。早く助けるわよ。ええ、今回は人数が多いから怖くない。いや、警戒して。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。誘ってないけど。すべては星々の星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。怖くないよ。それついてないね。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。感謝してね。礼儀がなってないわ。うちの出番。くるくる、始めようか。それじゃあダメだよ。ルールは破るためにある。それついてないね。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。大丈夫クラーラ、怪我はない？ありがとうございます。大丈夫です。軽くすりむいただけなので。やっぱり一人でうろちょろさせるんじゃなかった。危険すぎるわ。で、ここで何を探してたのよ。基地の電源装置が不調で、早く直さないと集落のみんなが困ってしまいます。この町に工房があることは知っていたので来てみようと思ったんです。必要な部品は全部見つけたんですけど、モンスターに遭遇して。幸い皆さんが助けに来てくれました。クラーラはこのことをちゃんとスバローグに伝えます。ちょうど彼に会いに行くところなのよ。
会わなければならないような重要なことがあるんですか？ならクラーラが伝えます。ダメよ、今回は直接顔を合わせて話したいの。連れて行ってくれるかしら？でもスバローグは他人との交流が苦手で、特に遅延の皆さんとは。もちろん知ってるわ。でもあまりにも話し合いを避けるから、今回は絶対に会うことにしたのよ。みんな仮想部のために頑張っています。でもスバローグは人間の感情ではなく計算結果だけを信じています。だから彼のところには連れて行けません。スバローグと対立すれば怪我人が出ます。無関係な人まで巻き込んでしまうかもしれません。あんたって子は。クラーラ、前に言っていたよね。スバローグの役割は仮想部を見守り、ここの文明を維持することだって。もし私たちが同じ願いで協力を求めるなら、なぜ彼は拒むの？クラーラはスバローグのことをよく知っています。彼は人の願いでは動かない、理性の判断にのみ従うんです。この世界ではすごく怖いことが起きています。彼は地上の終焉が近いとそう考えています。スバローグの計算だと、仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能だそうです。彼の考えた対策は、仮想部の人たちを災いの発生源から遠ざけ、少しでも長く生きてもらうこと。私たちを檻に閉じ込めるってわけ？笑えるわ。数日早く死のうが遅く死のうが何の違いもないでしょ。抵抗することも禁じるのね。クラーラは必ず皆さんに恩返しします。でもこれだけはダメなんです。もう大丈夫ですか？クラーラは大切な用事があるので先に帰ります。クラーラ、ゼーレ、もういい。あの子の決心は固い。目を見ればわかる。他の方法を考えないと。あの子すごすぎる。あんなに小さいのにすごく頑固というか頭がいい。彼女の物事を見抜く力、自分の考えを貫く力、どちらも美月とは比べ物にならないな。最後の一言は余計でしょ。どうやらスバローグと直接会うにはまずクラーラを乗り越えなければならないようだな。クラーラとあの門を無視すれば、スバローグは俺たちを侵入者と判断し、いい顔はしてくれないだろう。ロボットにいい顔も悪い顔もないよね。クラーラは何回もスバローグの計算結果について話していた。仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能。これは彼女の言葉だ。考えるに、突破口はここにあるはずだ。
それってロボットのロジックに欠陥があるってこと？いや、彼の計算は非常に正確だ。性格が引き起こすトラブルは現在の遅延の力では解決できない。だが彼の計算は現状より遅れており、新たな変数はまだ計算に織り込まれていない。そうだ、スバローグに俺たちという存在が計算結果を覆すことができると納得させられれば、和平交渉に進む希望が見えるだろう。でもどうやって証明しよう。今回は写真だけじゃダメだよね。方法は必ずある。まずはクラーラを説得しよう。彼女は直接機械集落に戻ったんだな。俺たちも後に続こう。曲がった、後についていこう。進みながら探そっか。これだけ？どう始末するかは私の気分次第よ。後悔しても遅い。始めようか。争いに意味はない。即戦即決で行こう。この曲をあんたに持ってる？うちなかなかやるじゃん。
この機会を逃す。ステージを重ねるほど最高になるんだ。どれどれ、キラキラなものはないかな。この設備を修理しているのか、クララ。問題があったようだな。お兄さん、どうしてわかるんですか？この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。今し方交換したのだろう。破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クララはいろんなものを修理してきましたが、ここまで複雑な装置は初めてです。スバローグは手伝ってくれないの？スバローグに知られたくないの。二人の流浪者のおじさんがうっかり壊してしまったんです。スバローグが知ったら二人が怒られてしまいます。クララ、優しすぎると悪い人に利用されることもあるのよ。問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したものの、ベアリングがずれていたのが原因のようだ。ミツキ、手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの？もうコツは掴んだから任せて。本当にエネルギー装置を直せるんですか？安心して、絶対に大丈夫だよ。だよね、炭鉱。質問は後だ。早く手を貸してくれ。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済みます。あ、クララも分かっています。みんな、コークでたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資を探した、すごくいい人たちだって。他にできることがあったら、クララ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。変数は、うちらが来たこと。十数年ぶりに外から地下に人が来た点かな。クララは観察が得意なんだよね。
うちら3人が仮想部の人に見える？え、装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ、うちらはこの世界の人じゃないからスバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が仮想部の人の力しか計算していないのなら、その結果はもう今は通用しないの。スバローグはいつから計算を始めたんだ、クララ？その、すごく前に仮想部が封鎖されたばかりの時からです。シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？それにスバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クララを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクララ知ってます。美月たちは嘘をついてない、クララ。私は彼女たちを信じる。ブローニャお姉さんも。あなたの気持ちは理解できる、クララ。仮想部を良くしたいけど誰かが傷つくのは望まない、そうよね？私も疑問はある。でも直感が、美月、炭鉱、それから彼女、この三人はこの世界の転換点だと告げているの。この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても損はないでしょう。分かった。スバローグのところに案内しますね。本当に？よかった。はい、クララ気づいたんです。クララの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クララが大人になっても変えられないかもしれない。その間にみんな病気になって家を失って、この前のコークみたいにずっと争いが続いてしまう。クララはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるなら、クララも勇気を出します。皆さん、クララについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。ただいま、ティミ。おかえりなさい、クラーラさん。ティミ、門を開けて。スバローグに会いたいの。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ。みんなクラーラのお客さんなの。命令受信。
門を開放。ようこそクラーラさんのお客様。そのできればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？